はい、どうも。おもちゃ大好き VTuber 清大メカワリです。前回はね、この辺のコアファイターとかビームライフルとかね、そういう、ちょっとオプション的なパーツを作っていって、いよいよね、本体の外装を取り付けていこうかなっていうところだったんですけど、一つね忘れてました。この武器とかを持つ手首をね、まだ作ってなくて、結構ねこんな感じで手のパーツがいっぱい残ってるんで、ちょっとね、これを作ってからいよいよ外装の取り付けにね、移りたいと思います。そんなわけで今回も、パーフェクトグレードアンリッシュドガンダム作ってるところそのまんま見せますの動画、ゆるりとやっていきたいと思うので、お付き合いのほどよろしくお願いします。この動画はね、ちょっとある種チャレンジといえばチャレンジなのか、だいたいこういうプラモデルの紹介をする動画っていうのは、買ってきて最初に箱を開けてさ、でこうパーツの状態とか見せて、でその後さ、組み立てのシーンとかもうほぼほぼちゃちゃちゃっと早送りとかにしちゃって、あれなんだよね。そんでもう出来上がりましたみたいな、 10秒も流さないよね。5秒ぐらいちゃ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 って流して、はい、で出来上がったものがこちらですみたいになっちゃう。でそれは分かるんですよ。だって実際このシリーズね、これ何個目、5個目になるのかな、この動画。そのまんま作りますシリーズの動画見てもらうと分かるんですけど、プラモデル作ってるところって客観的に見ると地味だって。ランナーからパーツを切って、そのパーツについているこのね余分なゲートをまたパチンパチンと切って、切り口が気に入らなかったらデザインナイフでちょっと直しを延々繰り返してるってそれをさ人様に見せてどうしようっていうんだっていうのが、普通のね、考えなんで、結果さっき言ったみたいにね、組み立ててるところはそこそこ見せたらもういいじゃないのと、もう完成しましたこちらですよって。料理の番組とかでもね、じゃあ今日はうどんを作りますって言って、小麦粉をこね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 してるところを20分も30分も見せたりはしないんですよ普通は。ただそれをやってみる動画があってもいいんじゃないかなと思って、延々ね延々プラモデルを作っているところをただ垂れ流すっていう。いやでもね、垂れ流してるわけじゃないんだよこれ。なぜかっていうと、ほらこうやって喋ってるじゃん、一生懸命喋ってるじゃん。一生懸命かどうかは見てる人にはあんまり分かりにくいと思うけど、普通プラモデルってね黙って作るんだ当たり前だよべちゃくちゃ喋りながら作るプラモデルあんまりないからね。なぜならプラモデル作る時って大体一人で作ってるからどうなんだろう、友達と一緒にプラモデル作ることとかなくはないんだろうけどな、自分は経験がないかな。 たまたまねプラモ作ってるところに友達が遊びに来たんで、友達の話もなんかそこそこにあんあんってすごい聞き流しながらプラモデルを作っていたことはねありますけどそれはね別にいい思い出とかではないですからなあさ、この喋ってる、せっかく動画をねどんなもんかなと思って再生してくれた人に、ただ黙ってこのねパーツをプチンプチンプチンカチッってはめるところをずっと見せてるのもなんなんで、せめてちょっとね何か喋りましょうかと思ってやってるわけなんですよ。でも結果的にさ、このパーフェクトグレードアンリッシュとかさ、超大型キット、
なわけですよ。パーツ数も多いしね。だからあの、なんか一つの動画が2時間ぐらいあって、それが3本、4本あるから、で、その間ね、基本的に何かしら喋ってるっていうことをしてるから、喋るのも大変だなってちょっと、もういっそ本当に黙って作ろうかしらって思ったりもするぐらいね、なんだけれども、まあでもここまでね、このシリーズをさ、今までずっと見てくれてた人がもしいたとしてね、いたとしたらですよ、いてほしいな、こんなに頑張ってるから。うん、これはビームライフルの持ち手かな。うん、右手首 A。 これであとカバーつけるだけなの。まあ、そのね、そのシリーズでずっと聞いてくださってる方がいたら、今までなんだかんだべちゃくちゃ喋りながら作ってたのに、急にこの動画だけ無言で作り出してたら、あれ何か精神的にやばいことがあったのかなとか、あれもしかしたら作ってる人変わっちゃったのかなとかね、そんなことを思うかもしれないじゃない。なんで一応喋りながらね、やろうかなと思ってるわけです。ちなみにね、自分はあのこのねチャンネル見ていただくと分かるんですけど、 VTuberなんですよ。あの普通 VTuber っていうのは画面が CG のね、あの絵で、あの自分も 3D のアバターみたいなのが出てきて、そのアバターがゆらゆらしながら喋るの、あれが VTuber じゃないんかいって、まあ、皆さんもね思うかもしれないですけど、まあ、僕もそう思うんですけど、このプラモデルの配信っていうね、あのなんだプラモデルの組み立て配信っていう性質上、どうしてもこの実写でお送りしなきゃならないし、でこれにね、あの後からあの僕のその VTuber としての姿、清大目変わりのあの男の子の姿を重ねることもできるんだけど、そうするとさ、こうやってべちゃくちゃ喋ってるから喋ってるに合わせて口パクも合わせなきゃなとかいろいろ出てくるわけですよ。今ねすごいちっちゃいパーツを落としちゃった。あったあった。その手間を考えるとさ、もうべらぼうマンな手間がかかるんですよ。もうさっきから指が太いからね、ちっちゃいパーツをポロポロ落としちゃう。でまあそんな手間暇かけるとなると、またね動画作るのが億劫になっちゃうから、じゃあもうこのシリーズに関しては VTuber の姿は映らないまま喋ろうみたいなね。なんなんだ、この部品何の意味があるんだろう。これビームライフルの持ち手で、ん？何これ、指はてさて、指が動くわけでもないんだな。ただ隙間を埋めてるだけか。これ W14、 いやー14あった。さてね、まあとはいえさすがにね、もうその数時間分のおしゃべりをしてるから、一応ここまではさ、まあ言うてもなんかガンダムに絡む話した方がいいかなみたいなね。あ、でも最初の頃は配信でやってたから、来てくれたリスナーさんと喋りながらやってたんだよね。うん、配信がねなかなかちょっとね今時間がね取るうまくこう調整がつかなくてね、できなくて、配信に来てくれたリスナーさんと喋ってると、その分こうまあ助かるんだよね。その話題振ってくれたりするし、でまあ結果的にあの全然全くガンダムの関係ない話とかもするけど、
まあそれはそれでいいじゃんっていうガンダムの話ばっかり何時間も聞かされるのもねなんだしっていう感じだったんだけど、まあだから今日もあのガンダムの話はね飽きたのでなんちゅうこと言うんだバンダイさんのガンダム40周年記念キットを作りながらガンダムの話はもう飽きたのでとか言うてる場合か本当にね。あ、そうだ、ガンダムの話題といえば今もう一番熱いのはあれですよ。つい何日か前に閃光のハサウェイが劇場公開、ついにねコロナやらなんやらでねいろいろずっとあってなかなかね公開できなかったあの映画がついにですよ公開されましたね。でまあじゃあ早速見に行ったのかっていうと全然見に行けてないですね僕もね、これはビームライフル持たせるときはここをパカッと開けるのか、よいしょ、ここの溝に合わせの、あれ合わねえな、あったあった、閃光のハサウェイね、冒頭15分ぐらいYouTube でね公開してくれてたからそこだけ見て相変わらずハイクオリティだなって思いながら、ただね閃光のハサウェイってね元が小説じゃないですか。で小説自体はもうすんごい昔から昔に富野さんが書かれたやつなんだよね。でまあ当時からなんかねちょっとどうなのこの話はっていう感じで結構ねガンダムファンの間でも扱いが、微妙な作品としてねあったんですよ。まあ閃光のハサウェイともう一個ガイアギアか、まあ、ガイアギアはもう完全にこれはガンダム世界じゃねえんじゃねえのみたいなのになったから、まあ、それに比べればねハサウェイは明らかにガンダム世界の小説ではあったから、しかしこれを認めていいものかみたいなのがね結構あった作品で、まあ、それがついにサンライズ公式でね劇場映画になったというのはなかなかについにそんなことになったかっていう感慨深いものがあるんですけどね。あれ出てくるね、なんだっけ、ペーネロペーとかクスイガンダムとかが、まあモンスター級のモビルスーツなんだよね。ちなみに F2 ランナー1枚目クランクアップです。お疲れ様です。あれなんか今劇場公開されてるやつはね結構デザインがもうちゃんとガンダムっぽくなってるけど、あれなんか小説の挿絵の段階だともうこれはちょっとガンダムを名乗っていいものかしらっていうようなね感じだったから、まあ、その辺もあってね微妙な感じって言われたんだけど、まあ、そこを上手にねアレンジしてちゃんとガンダムシリーズの系譜に乗るようなデザインに落とし込んでるのはまあさすがですなっていう感じだけど、正直ね話はね全然知らないんですよ。で話は知らないんだけど、あれね最後が結構まあすごいことになるから、そのラストだけすごいね昔から取り沙汰されてて、言ったらオチだけ知ってる小説みたいになってて、それもあってなんかこうで今回多分あれなんでしょ、3部作とかだからそのなんかすごい問題視されてたラストシーンはまだまだ先で、それの全然手前の方までの話なんだと思うんだよね。なんかねとりあえず3部作揃うまで待ちにしちゃおうかなみたいにね思っちゃうんだよね。まあね
なんだろう、でもまあ多分ね、あのネットの評判とか見ると、まあ出来はやっぱすごくいいみたいだし、いわゆるね、あのアナザーものじゃない、ちゃんとね、あのシャーとアムロの話のなんかその系譜にのっとったガンダム作品だから、まあまあね、ファン待望といえばファン待望だからね。レジュースさん、ほらなんかね、先行のハサウェイの話で盛り上がろうと思ってもね、盛り上がらないんだよ。 なぜなら、まあ、見てないからっていうのもあるし、なんかね、そこにこう自分なりのね思い入れがもう一つ持っててないっていうのもあってね。なので最近ハマっているアニメの話をします。いやなんかね、最近さ、あのアマ、基本ね自分あのアニメ見るときはアマプラなんですよ。でなんか一時期そんなにアマプラいっぱいなんか見れるとはいえ、そんなに見る作品もねえんだよなとか思ってたんだけど、ここしばらくね、いくつかのアニメをもう毎週毎週ちょっと、あれそろそろ新しい話がこう更新されていくかなみたいな感じで楽しみにしてるような作品が気がついたら結構な数になってて、ね、一つ目がまああの配信でもね言ったことがあるんだけど、バックアローっていう、これロボットアニメだからある意味順当にね僕は最初からチェックしてた作品で、バックアローはね、あの思いのほか化けたね、あのいやなんていうかな、手堅いなっていうか手慣れてるなっていう感じの作品として見てて、まあ良くも悪くも綺麗にまとまってる感じかなぐらいにね、ちょっと上から目線で見てたら、途中からね結構こっちの予想をガンガンこう斜め上に行ってくれて、おお この展開になるんだ、おこの人味方になるのとかね、おこいつはそんな悪いやつじゃなかったのみたいなと思ったら、なんかすごいラスボス、予想外のラスボスだなみたいなのかね、なんかね、そのブライハイトっていう、まあ、ロボットではないけど、まあロボットアニメ的にはロボットとして扱ってしまう、あの作品の設定的にはなんか精神体、自分の信念が形になったものみたいなやつだから、まあね、あのエヴァンゲリオンはロボットじゃないっていうのと同じ感じで、ブライハイターロボットじゃないっていうことなんだけど、まあここはもう、まあ、僕の中ではロボットとして扱わせてもらうけど、ブライハイトもね割と最近のあのロボットアニメにしてはデザインが分かりやすくていいなと思って、あの最近さロボットの戦闘シーンって CG になったおかげで作画のコストみたいなのをあんま考えなくてよくなったじゃん、あの要は形とかすげえ複雑で色とかめちゃくちゃ使ってて細かいパーツがどんだけあっても、まあ CG が描くからいいよねみたいな感じで、でそれそれであのフィギュアとかになった時にはすげえかっこよかったりはするんだけど、アニメの画面で見た時にさもう形が複雑すぎてもうシルエットがわからねえっていうか、あのちょっと透明になるとこいつ 誰が乗ってるのどの機体だみたいなのがわかんねえみたいなねぐらいにちょっと複雑になってたところを、まあ、ブライハイトは割と分かりやすいデザインだなっていうで、まあ、結構かっこいいしね、あれこれなんか俺間違えてるっていうかさ、左手のビームライフルハンドって珍しいね、これなんかすぐポロッと取れちゃうな、ちゃんとはまってないからか、あそうだね、こっちはちゃんとはまってるもんね。でまあちょっとその、まあ、ロボットアニメだからっていう理由で見始めたんだけど、まあ、その枠にとどまらずなかなかこういろんな展開を見せてくれて、であのいいところはね、そのいろんな展開を見せてるけど結構やっぱ見せ場はメカでロボでやってくれるっていうのがちゃんとあって、
おこれはいいぞこれはいいぞと思って、あちゃんとハマった。でバックアローはねちょっと毎週毎週楽しみにしてるんですね。ね、あとね、これは本当になんか流れでたまたま見始めたら意外と面白くてハマってるのが、不滅のあなたへっていう作品なんだけど、これはねなんかね不思議、最初不思議な話だなと思って見始めたんだよね。なんか神様だかなんだかよくわからないね、超次元的な人が、あのいろんなものをコピーする能力を持った玉っていうのを、まあそのとある星、地球みたいな星のね片隅にポンって投げ込んで、最初その岩でなんか触れたものにの姿をコピーすることができる玉っていうところから始まって、で そいつは本当最初は岩とかに化けてっていうか岩の姿になって何千年経ちましたみたいなスケールで時間が経つんだけど、なんかたまたまそこにね行き倒れの狼だか犬だか、でかい犬なのかなあれがやってきて、その元玉が化けていた岩の上でねバタって倒れて、でその犬にねあの触れたことで犬の姿になって移動することができるようになるんだよね。でその犬でうろついてる間に、あのすごい北国、雪国みたいなところで暮らしている一人の少年に出会って、でそこでなんか普通のねあの迷い犬、あでも その少年が飼ってた犬だったのかな、そこで力尽きて死んだ犬っていうのが、であ帰ってきたんだねみたいな感じで迎え入れられるんだけど、まあ、しばらくその少年と一緒に暮らし始めて、でも全然その動物としての知識とかがないから、物を食べるとか、その、まあ、人間に飼われてた時の記憶とかもなんかないみたいで、なんかすごい生き物として変な行動をいっぱいするんだけど、まあなんかその青年はなんか変なことしてんなこいつぐらいの感じであんまり気にしない。で喋ってたらパーツを切り間違えてる。R14、W16 だった。こっちだ。でね、まあその、まあ、結局その不思議な、まあ、生命体、結果的に生命体となったその元玉がどんどんそのいろんな知識を吸収していって、その変化していくんだけどね、そのまあその過程で出会った人々の物語みたいなのを見せるっていう。でね、結構ね、結構いろんな人が死んじゃうのよ。あのその、まあ、あんまりネタバレになるからあんまり詳しく言わないけど、まあ、出会う人ね、あんまりこう幸せな感じじゃなく力尽きていく。まあその玉はね寿命とかないからさ、まあ結果的にあなんかこいつ動かなくなっちゃったなってなると、しょうがないから他行くかみたいな感じでまたうろつき出すっていうね。でね、まあ、これだけ聞いたらなんじゃそのアニメみたいな話になるんだけど、まあ、この話が途中からねちょっとちっちゃい女の子、幼い女の子が出てきて、まあその幼い女の子が、ある程度の年の少年に見える元玉が全然こう人としてのねあの、ま、マナーとか仕草とかが全然できてないのを見て、私がちょっと教えてやるわみたいな感じでお世話してくれるようになったりするんだけど、まあ、そういう、ね、人たちと一緒に暮らすようになったりっていう、その一個一個のエピソードが結構ね丁寧に描かれるんだよね。丁寧に描かれる分ね、別れのシーンがすげえ辛いの、これが。うーわーこんな別れ方なのみたいなさ、うーわーってね、毎回じゃないんだけど、大体ね一つの話、最初2話ぐらいで一つの話っていう感じでいくのかなと思ったら、だんだん長くなってきて、
今やってるやつはもう4話ぐらいやってまだ別れのシーンが来ないけど、まあ今までの流れから言ったらさ、この人たちともいつか悲しい別れが来るんだろうなとか思って見てるとハラハラするんだよね。ただまあまあそんな感じでね、ぐっと引き込まれるアニメなんですよ。不滅のあなたにっていうね、ちょっとねノーチェックの人はね、ちょっと一回、まあ好き嫌いはだいぶ分かれるかなっていうね感じはするんですけど、喋ってる間に手が一組できてるな。これはビームライフル持ち手ですね。右手用と左手用がちゃんとあります。で、まだ終わらないんだよ、この手首がさ。まだなんかいっぱいあるんだよね、手首。で、アニメの話もまだ終わらないんだけど、あとな、で、今、バックアローと不滅のあなたでしょ。あとね、東京リベンジャーズっていう、いわゆるタイムループもの、なんか過去に、なんか実際現代ではすごいダメダメな俺が、なんだけど、まあ、その、とあることで、元カノがね、事故死みたいな不審な死を迎えてしまったのをきっかけに、で、過去に戻ってその事故をなんとか回避するっていう流れの、まあそこだけ聞くと、まあ最近すげえいっぱいあるよね、そういうアニメっていう感じのアニメなんだけどね。まあこれがさ、ヤンキーものなんだよね。ヤンキーものとは言わないのか、今不良もの。なんかその暴走族とか全盛だった時代の、あ、でも劇中でももう今時暴走族なのみたいな感じの時代ではあるんだけど、まあ、だからその暴走族文化の最後ぐらいの時代に主人公が戻って、まあ、そこでこう起きる事件を、まあ、なんとかすると現代でその元カノが死ぬ事件が起こらないで済むだろうっていう流れで、まあいろいろね頑張るっていう話なんだけど、まあまあありがちっちゃありがちなんだけど、そのヤンキーどうしてもヤンキー文化って言っちゃうな、あの暴走族文化を今のアニメで見るのがなんかね、すんげえ新鮮だなと思って、わ、短乱なんていうの、反り込みリーゼントだみたいな。いたな、俺の学生時代はマジでこういうのがいたからなと思ってね、いたんですよ僕の学校にはね。なんていうの、今時はもうその格好はファッションとしてやってるけど、それをガチでやる人たちが普通にクラスメートだったっていうね。意外と普通に授業を受けてたりするんだよ、その格好で。もちろんね、来ない時とかも全然あるし、だから彼らにとって授業を受けるのは一種のイベントみたいなもんで、今日なんか久しぶりに授業を受けてみっかなぐらいのノリでね、急に気まぐれに授業を受けたりすんの。で、別にクラスの人間もそんななんかわあ、あいつ授業受けに来たぞみたいな身構えたりもしなくて、ああ今日はいるんだぐらいの感じなんだよね。ただそういう時に、という普段いない人がいる時に限って、なんか班ごとに何かを決めるみたいなやつをやるぞみたいな話になった時に、うわー、なんか この人に何かの係をやらせることになっても絶対にやらないだろうなっていう、だからそうなったら結局班長の俺がやるんだろうなみたいなことは思ってた気がする。まあね、その人はね、順当というか、本当にそうなるんだっていう感じで、いわゆる本職の組にね、組に就職なさったんで、まあ向いてたのかなっていう、転職だったのかしらねっていう感じでね。あれ、なんかさ、
このパーツ、ここの手にはまるパーツが1個ない気がする。これ絶対右と左逆で、これはこうだから、これに対応するパーツが1個外れちゃってるな。箱の中に落っこちちゃってるな。後で探さなきゃ。もうでね、そのまあそのちょっと不良文化、暴走族文化っていうものが今時見れるのがちょっと面白かった東京リベンジャーズ。まだね、まだ絶賛放送中ですよ。で、あ、まあダイナゼノンはね、あの自分で考察動画上げたぐらいだから、もうあれ、あれがある意味その今のところのメインで見てる感じだけどね。あれ来週ぐらいに最終回になっちゃうんだよね。まあまあね、ダイナゼノンは、まあ、自分の趣味から言えばね、もう見て当然みたいなやつなんで。ダイナゼノンあれね、すごい、そのもなんていうの、アニメ版グリッドマンの世界ともリンクするし、実写版グリッドマンの世界ともリンクするしっていうね、あの辺の仕掛けをなんか分かりながら見るとすごい楽しいんだよね。まあそこ抜きにして、単体なんかそういう過去作品との連携を知らないで見ても多分面白いと思うんだよね。あの今そのダイナゼノンの登場人物たちの一人一人の話もかなりこうしっかりね作り込まれてるなっていう感じだから、これは逆の手なんかだんだん作り方が雑になってきてる。あれなんかやっぱり手のワンセット足りなくねえか。こっちを切らなきゃいけなかったのか。よいしょ。で、ダイナゼノンでしょ。あとね、幽谷のモリアーティっていうアニメをやってて、まあ、モリアーティっていうのは知ってる人は知ってると思うんだけど、あのシャーロック・ホームズの、まあ、ライバル的存在として、その原作の小説では出てくる人なんでね、モリアーティ教授とかいう感じで出てくるんだけど、まあそれのいろいろ設定をいじって、まあオリジナルの解釈で、しかもあのちゃんとねホームズも出てくるのよ。ホームズも出てくるけど、モリアーティ側メインで進む。でもホームズの側もかなりね、あのおまけ的に出てくるのかと思ったらかなり主要キャラとしてねホームズも出てきて、これがなんかね、あの自分あのミステリー小説も好きなんでね、あのいわゆるホームズものも結構好きで読んでたりした身からするとね、あああの話こんなアレンジになってるんだとか、そんな感じでねかなり楽しませてもらえて、これはちょっとね、あのまあ例によってね、モリアティ教授もシャルク・ホールムズもねすげえイケメンになってて、またあの過去作品の登場人物をイケメンにすることで腐女子人気を狙ってるようなアニメだろうどうせっていう俺のこの偏見をね軽々と超えて普通に面白いっていうなんかね、結構そのまあそのモリアーティ教授が決してそのね正義の人ではないから、正義だけの人ではないので、かなりねちょっとダークな作風なのもあって、あの面白かったですね。まあ、これもまだ全然放送中なのでね、あの見たことないっていう人はね、ちょっとあのイケメンアニメっていうだけでもう見ないっていうね僕のような人もいると思うんですけど、あのねちょっとこれはちょっとそういうジャンルじゃないのでね、よかったらちょっと一回見てほしいかなっていう。幽谷のモリアーティね、で幽谷のモリアーティ、あとね、そうさっきあの東京リベンジャーズをタイムループものみたいに言ったけど、タイムループものもう一個やっててさ、ビビなんかでさ、その後になんかホニャララがホニャララなんとかみたいな、すごいおしゃれな感じのサブタイトル的なものがついてるけど、そっちは全然覚えられないんだよね毎回。ビビの方しか覚えてないんだけど、
ビビも、まあ、その、ビビってあの AI のアンドロイドで、歌を歌うアンドロイドなんだけど、で歌で人を幸せにすることが私の使命なのですみたいな AI アンドロイドなんだけど、まあ、その彼女たちがいる世界がある時にね、 AI がそれまですごいなんていうの、ディズニーランド的なそのところで人々を楽しませていた AI たちがある日突然一斉に狂って、そのパーク的なところにいる人間を皆殺しにするっていう、なかなかこうね、バイオレンスなスタートから始まりので、まあその歴史を改変するために、まあそのビビっていう主人公のねアンドロイドが頑張るっていう作品なんだけど、これもなんかねあれでしたね、なんか思いのほか面白かったですね。あ、そのかそのビビに あなたはこれから過去に戻って、その AI が人間に反逆を起こす原因となりそうな事件をあらかじめ回避するために頑張ってくださいみたいに言いに来る、AI ロボット、まあ、ルビックキューブみたいな、ね、箱のロボットが登場するんだけどね、そいつがね松本っていう名前なんだよね。AI ロボットなのにすげえ普通の名前なんだけど、まあ、この松本っていう名前ね、ちょっとピンとくる人は来ると思うんだけど、特撮巨大ロボット映画のすごい古いやつにね、もうほとんどその特撮ロボットものっていうのの元祖と言われてる映画があって、ロボジョックスっていうんだけど、このロボジョックスに出てくる、まあ、これは国を代表するロボット同士が戦って、まあ、要は戦争の代わりにロボットの戦いで、どっちの国が勝ったかを決めようっていう、まあ、言ったら、ね、G ガンダムの元ネタになってる映画なんだけど、まあ、その映画に出てくる主人公が乗るロボットの名前が松本13号っていう名前なんだよ。まあ、なぜなら松本博士が作ったロボットだからなんだけど、っていうのがあって、もしかしてこの松本っていう名前はそこから来てるのかみたいなところがちょっと引っかかって見始めたら、まあ、どうやらそこはあんまり関係なかったみたいなんだけど、っていうか、まあ、関係あってもなくてもその作中では全く触れられないからね、わからないだけなのかもしれないけど、ただまあそんなきっかけで見始めた割には結構ね、一つ一つのエピソードが骨太な感じで、だいたい2話で一つの事件を解決みたいな感じなんだけど、かなりね丁寧な作りで、なんかしかもね、そのビビっていうアンドロイドは歌を歌うためのアンドロイドなんだけど、その過去を変えるためにいろんな敵組織とぶつかる都合上ね、バトルをしなきゃいけなくなって、で戦闘用プログラムみたいなのをね、強引にアンインストールされた結果、すごい武術の達人みたいな動きができるようになるっていう、でそれでこうね、戦ってるシーンのバトルシーンの動きとかがかなりしっかりした動きで、おーすごいすごいと思って、まあそのちょっと CG でそういうバトルシーンとかやっちゃうと、やっぱちょっと動きが軽いなみたいなイメージ持つことが多いんだけど、そこがねかなりこう動きが、打撃のインパクトとかね、腰のその重心の動かし方みたいなところまで多分ちゃんと考えながらこれ作画されてんな、 CG なのかさ、セル画なのか、もうね見ててもよくわからない感じでね、いい動きをしてて、ちょっとそういう意味でもね見てて楽しかったですね。ビビフロイラルなんとかなんとかだった気がするけど、ね、好きなアニメのタイトルぐらいちゃんと調べて覚えておけばっていう声が聞こえそうですけれどもね、ほんと全くそうですよ。好きな漫画家さんの名前とかも文字で記憶してるから、
この作家さんが好きなんですよねって話そうとした時に発音がわからない人とかね結構いるんだよな。あのまあね、まあそんなわけで最近ねアニメをよくいっぱい見てるなっていう。こんなもんだっけな。あと他になんか見てたっけな。っていうかね、意外とこんなアニメの話をしながらダラダラと手首を作っているだけで40分も経ってることにビビるね。なん今回は何、あやべえな、これここだけ動画にするとさ、手首っていうよくなんていうの、パート1足とかでパート2でこう全身のフレームとかやってきたのに何パート5だっけな、これこれ手首って手首しか作んねえのみたいななっちゃうな。あれ、あ違う違う、あれこれはこれ、これ先にはめちゃダメじゃない、こうじゃないで、こうじゃない、でやっぱりここに当たるパーツが足りない、平手です、これね、あ平手カバーついてね。結局なんかさ、手首ってさ、もうどれも同じような組み立て工程だからさ、もうまさにループものみたいにさ、あれさっきもこのパーツ作ってなかったっけみたいになるわな、本当に。自分でもさ、あれなんかさっき俺同じパーツ作ってなかったっけみたいな気持ちになりながらやってたら、しかしパーツが一つ紛失しているという。ここ、あだここだ、何ここの中に入るシルバーのシルバーメッキのパーツがどっかに落っこちてるはずだ、後で探そう。よいしょ、ねアニメはね、なんだかんだでそうやってアマプラで見てるとさ、次々に放送されるから。ただね、やっぱね、最終回まで見続ける作品そんなに多くないかもって、自分はそれでも割と一回見始めたら続きが気になっちゃうんで最後まで割と見る方だけど、やっぱりあの本数が多くてちょっと全部が全部追っかけられないっていうのもあって、途中でね、あこれはちょっともう見なくなっちゃってたなっていうのあったりするけど、今回はね、あとあれだ、僕のヒーローアカデミアも見てるな。まあ、ヒロアカは正直ちょっともう惰性で見てるというか、ずっとシリーズで見てるから、なんかここで切っちゃうのもったいねえなみたいな感じがして、まあ一応押さえとくかみたいな感じでね見ちゃってるんだけど。そんなわけでね、まあ、そんだけアニメ見てるとさ、なんていうので、やっぱあの一応ね社会人やってるからお仕事とか行くわけですよ。でそうするとさ、そのアニメ見れる時間とか決まってきちゃうから、でなんだかんだねこうやってあの仕事もしつつ VTuber 活動もしつつ、とかなんとかなんとかやって、あのまあ家の用事とかね、普段の人としてやらねばならないことをとかもやっていると、なんかあのそんなに楽しみにしているのに、まあ3つ4つも見てないやつが溜まってきちゃってるなっていう時にさ、でまあしょうがないって、あのお風呂にね、あのスマホを持ち込んで、あの防水の袋みたいなやつに入れて、もうちょっとお風呂で見ながら入るかってみたいなことをこの間してたら、結局さアニメ見始めたら夢中になって見ちゃうから、結局そのずっと2時間ぐらい風呂に入っててで何をするでもなく、結局さそのスマホでじっとアニメを見て、あ溜まってたやつ一通りこれで見たなと思ってさ、時計見たらさ1時間半から2時間近く風呂に入ってて、しかもあの湯がすげえ冷めてて、気がついたらすっごい冷たい湯の中に、湯っていうかもう水みたいな、水風呂みたいな風呂の中にちょっと身を縮こまらせながらね、あの風呂の中でアニメを見てて、いやだったら
風呂で見なくてよくないっていう。風呂の用事を済ませながら流し見するからなんていうの、時短になるんであって、風呂の中でじっとアニメしか見ないんだったら部屋でベッドで寝転がって見た方が体の疲れは取れるんじゃないのっていうみたいなことを言ってる間に、はい、平手もできましたし、握り手、握り手パーツが今1個ちょっとねどっか行っちゃってるけど、まあ、こういう手ですね。でさっき作った、ビームライフル用ハンド、手の甲のカバーがあと2つあって、これはあの今ね素体にあのいわゆるフレーム、本体フレームにつけている、これですね、 この手にねカバーがついてないから2つはこれの分だけど、俺1個余ってるじゃない、俺が1個どれかつけ忘れてるな多分、趣向、あこれだ、だいたいねバンダイさんが間違えることはなくてね、私が間違えている。あ、なんだっけ、何の話してたっけ、そう、風呂場で凍えながらアニメを 見ていて、だったら部屋で見ろよっていうことをね、気づきましたよっていう、うん、まあ多分僕以外の人はやらねえよそんなことって思いながら聞いてくれてるのかなっていうか、この動画を見てくれてる人がいるのかなって毎回思うんだよね。いや実際さ、あの YouTube にアップするとね、その再生回数っていうのが表示されるから、でこのシリーズがね、まあ8回とか9回とか、まあ10回いくかいかないかぐらいの回数再生されてんのよ。で少ねって思うでしょ、あのだって世の中のさ動画は何百万回とか何万回何十万回何百万回再生されてバズってるとかいう世の中でさ、9回ってお前って思うでしょ。でもさ、その9回のうちね、多分2回ぐらいは自分でなんかそのまあチェックも兼ねて流し見した回数が含まれてると思うんだけど、あとのさ6人か7人ぐらいの人はずっと見てくれてるのかなっていう気に、あでもね多分あのちょっと見て、うわなんか怖えこの配信って、配信じゃない、この動画なんだって思ってすぐ抜けちゃってても1回にカウントされてるのか、そう考えたらまあ自分以外が見ていない可能性もかなり高えなまあね、あの一応ね他の動画だと少しだけどコメントをねくれる人とかねいて、あのと大体がね、あのここ間違ってましたよみたいな、あのこのモビルスーツの正式な名前はこれこれですよみたいなみたいな、ね、お叱りのコメントをねいただくことも多いんですけど、まあ中にはね、あの結構参考になりました、ありがとうございますみたいな、ね、嬉しいこと言ってくれるコメントもねたまにあるんでね、そういうのを見るとさ、あ見てくれてる人いるんだ嬉しいなって思うんだけど、このね作ってるところそのまんま見せますシリーズはコメントが来たことが一度もないだから誰も見ていない可能性が高い。だから今もしこのね話をまさに、いや俺今聞いてるけどなって思ってる人がいたら、あなたすごいすごい、何がいやーもう本当にね、もしですよ、もしそんな方がおられたらありがとうございます。あ今ちなみに僕ね画面の中で何やってるかっていうと、あのしゃさとうとうと喋りながら組んだ結果パーツを1個ねはめ込み忘れてるやつを見つけてしまったので必死に分解をしているところですこういうのねしょっちゅうやっちゃうんだよね。でね、これうまく上手にやらないとね、パーツ剥がすときにねパキッてなっちゃうんだよね。あやばいやばい、発火が進んでる。うわーこれ思いのほか剥がすのが大変なやつだ。いやでもね、まさか手首作ってるだけで50分は喋ってると思わなかった。やべえこれ今日外装いかないな、これマジかよマジかよ。手首を作って終わる動画とかある？あと手首を作りながら
最近見たアニメのざっくりした話をして終わる動画にコメントをもらえてるはずがない、はあ、もしね、いやでもね、もし本当にこれをね、もし見てくれてる人がいたらね、いやなんだよ、じゃあこの動画見てる俺はなんだ変わり者かよみたいなさ気持ちになるかもしれませんが、あのね、いや変わってると思いますね。なんちゅうこと言うの、せっかく見てくれてる人に本当にありがとうございます。あのおかげでね、ちょっとね、ちょっとその足りない銀色パーツ今一瞬探してみる。あったあったよ。よいしょ。あ、ここは、え、ここはアンダーゲートだった。俺ちゃんとアンダーゲート処理したかな。喋りながら作ったから、ね、シルバーのチラリズムですよ。よっしゃ、これで平手と、これサーベルを持つね、握り手ですね。でビームライフル用ハンドね、こんな感じ、こんな感じという、はあ、これで50分だってやばい。じゃあ今回の動画はこれで一回終わるねやばい、この動画本当にさやばいな。 YouTube がさ、この動画をチェックして、あのこの動画にはあの上げアップしておく価値がないとか判断されて削除とかされたらどうしようかなシリーズものなんでね、あのここだけ抜けられるとちょっと困っちゃうんだよね。はい、ということでね、まあ、50分過ぎちゃったんで一回ここでね、今回の動画は終わりたいと思います。一応これでいわゆるオプションパーツ系が一通りね終わったので、次回はこれいよいよこの本体のね、フレームっていうの、インナーメカニックに外装を取り付けてガンダムを完成させたいと思います。今回の動画見てくれた方本当にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら、またね。